これ8時あと1分ぐらいで。忘れてたかもしれない。全員は。これ川崎 FM と一緒なんで。これが実際の残り放送時間。はい、わかりました。残りの。じゃあ、ご紹介さん、燃える私。これがゼロになったら終わりで。じゃあ、そろそろ行きますね。はい、お届けしていた曲は、バイト・ザ・バイエルット R バージョンでした。はい、ここからですね、なんと、可愛らしいゲストの方をお招きして、番組を進めていきたいと思います。本日のゲスト、ベイビーチアーズさんです。イエーイ。はい、じゃあですね、はい、自己紹介の方をリスナーの方に、していただきたいと思うんですけど、いいですか？はい、こんばんは、ベイビーチアーズメインボーカルの萌入りです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私が部長ことリーダーのカオルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ベイビーチアーズダンスマネージャーのさゆりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私たちは歌って踊ってみんなを応援するチアボーカルユニットです。はい、はい、よく言えました。よく言ったね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、緊張してるの？緊張してます。緊張してるの？はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい、もどもどしてます。はい、頑張ります。ちなみにですけど、はい、あの伊豆来たことあります？私は今日初めて来ました、うん、嘘です。嘘です。来てます。え？さっきあのほら、伊豆はここからここまでが伊豆だよっていう。あー、伊豆って広いんですね。そう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 。はい、先日ですね、熱海の花火大会で、はい、来ました。はい、だから2回目になりますね。そうですね。はい、なるほど。はい、はい、2人は？私たちは、結構私は来たことあります。海好きなんで。あ、なるほどですね。はい、海好きで結構、うん、はい、でもさっき初めて伊豆がここら辺なんだ。あ、伊豆の全体像をやっと分かりました。理解したっていう。結構来てました。結構来てた、はい、知らなかっただけで、はい、マリンスポーツ。マリンスポーツ、ダイビングとかで結構潜りに来てました。なるほど、はい、結構いろいろやってるんですね、はい、そうですね。なるほどですね。で、今日来てどっか行ってきたりした？はい、なんかこうせっかく来たからね、はい、今日はですね、箱湯に入ってきました。箱湯、はい。早速温泉に、ね、まあ、伊豆に来たら温泉に入らないとね、はい、僕もね、ちょっと入りに行きたかったなってちょっと思ったんだけど、今日は入ってません。はい、すごい気持ちよかったね。湯だだこになっちゃった。修善寺ですか？修善寺です。はい、その中の箱湯という、うん、湯に入ってきました。多分ね、この辺の人たちはね、みんな行ってるんじゃないかな。うちらもね、いい、もう何度も行きましたね。そうなんですね。そう、近くにあるって。あのね、泳ぐ感じですよ、もう。泳ぐ感じで行きませんよ。ダメですよ。感じです。感じ、感じ、感じで。今日泳いでらっしゃる方がいたような。泳いでる感じの方がいたんですね。泳いで行きませんよ。伸び伸びと。私たちではありません。そうだね、はい、はい、まあ、そんな感じでね、はい、今日は残りの時間、伊豆についてね、はい、一緒にね、トークをしていけたらなと思います。他に墓湯の他はどこ行ったんですか？墓湯の他は、お蕎麦を食べてきました。お、お蕎麦、うん、美味しかったですね。とっても美味しかったです。みんな、なぜか、あの、とろろの、はい、お蕎麦を、とろろ蕎麦、とろろ蕎麦、はい、
みんな同じの食ったの。みんな同じです。仲良く。じゃあ、はい、あのベイビーチェアーズが来たらトロロそばだ。そばの聞いたらお腹減ってきちゃった。食べたいな。まあじゃあこの後ね番組終わったらね、食べに行きましょう。食べに行きましょうかね。はい、あ、はい、ここでですねちょっとお便りの方が届いております。嬉しい。ラジオネームの萌南さん。萌南さんって知ってますか？はい。よく知ってる。はい。はい。ですね、メッセージが来てますね。9月10月のベビチライブ全て行くことが決定したよ。すごい。ベビチっていうこれはベビチアーズの略。はい。ベビチアーズ。ベビチって言うんですね、はいはいはい、じゃあ皆さん聞いてる皆さんもベビチって、はい、これで分かりますね。じゃあドリームキングダムを略すとドリキン。そう、あよくできました。いやよかった、よかった。何も商品はありません。そんなあの萌南さんからですね、はい、リクエスト曲もいただいてます、はい、このスマイルっていう曲をあのリクエストいただいてるんですけど、スマイル、お、どういう曲なんですかスマイルって。スマイルはですね、あ、ちょっと喋らせていただいてもいいですか。いいですよ。どうぞ。はい、来たる10月5日にベイビーチアーズセカンドシングル CD タイトルスマイルが全国リリース決定いたしました。おお。ユニバーサルミュージックさんよりリリースさせていただきます。とスマイルとカップリング曲シャイニングスター各インスタルメンタルが入って4曲、税別1000円となっております。先行予約は先月10日よりすでに始まっております。始まってるんですね、はい、そしてなんと店頭先行予約特典にサイン付きポスターがついてきます。お、え、あのただのポスターじゃなくてサイン書いてあるの。はい、書きます、書きます。個人的に書き明日書きます。なるほどですね。個人的に欲しいです。おお、じゃあ、お絵かきしたいよ。なんとですね、そのポスターの中に1枚だけ落書きをたくさんしたものが紛れてますので、はい、ワクワクして待っててください。さらに特典の中の特典、はい、それを今あげようかなって思った。あ、もう2枚作る。あ、2枚今ここで今一瞬でなくなっちゃったと思っちゃった。2枚作るかな。どういうお蕎麦が好きなの。書いときますね。はい、なるほどですね。なのでぜひ お店に走っていただきたいなと思います。で、リクエストいただいてた曲、うん、スマイルですよね。そうなんです、ね、はい、すいません。スマイルなんですけれども、このスマイルという曲は、うん、躍動感あふれるスマイルいっぱいの応援ソングになっております。笑顔がね、あふれる、はいはい、ってことですね。爽快ロックサウンドで聴く人を笑顔にしちゃいます。スーパーハイテンションな曲になってます。あ、なるほどですね、はい、じゃあせっかくなのでそのまま曲紹介をしてもらっていいですか。はい、それではお聴きください。ベイビーチアーズでスマイル。なんかさっきも少しちょろっと入ってたよね。これ関係ないと思うんだよね。わからない。なんか遅れて入ってくるんだよね、これはね。わからない。多分な。何か起きてるのか。これに入ってたのね。いや、遅れてきてたの。読んでる。さっきこれ動かしたら、あれさ、これ別に踊る。これはスピーカーついてないモニターだけだから、ここから音が出るはずはない。1個ずつにさ、まとめて。出てますね。これから、うん、遅れてね。これはちょっと今調子悪くて、LR がちょっと行ったり来たりするのはする、うん、佐藤さんの声聞こえる？うちらの声がそのまま聞こえてるか。こっちはこっちでスピーカーある。あ、あるんですか。あ、違う、私と佐藤はマイク1個だから聞こえて、声大丈夫。あ、声大丈夫です。逆になちゃんがもうちょっと近いと嬉しい。あ、わかりました。こういう風にしておけばいい。あ、そうだね。自分の前じゃない。もう、これはね、間に入れとけばいいんじゃない。そうだね。そろそろ行く。そろそろ行きますか。うん、どうぞ。こう。どう。そうだ。じゃあそろそろ行こう。パーサー、じゃあそろそろ、じゃあまた曲を紹介をから入って。え？パーサーがいいのかな。あ、すいません。そろそろ曲を、うん、
お届けした曲はベイビーチアーズでスマイルでした。はい、なんか車に乗ってる時に聞きたいな。ね、爽快な感じですね。爽快な感じするよね。テンション上がる、うん、テンション上がりますね。これで明日仕事が休みだったらなみたいな。あ、ここに来る間の、うん、あの車中もずっとスマイルを聞いてきました、はい、2時間ぐらいかけっぱなしです。かけっぱなし、はい、大好きです、私スマイル。自ら、なんかこう、はい、こういう感じの爽快な曲を車で聴いてると、うん、なんか個人的にはオープンカーで聴きたいなっていう。あ、素敵、うん、じゃあうなちゃんさ、オープンカーを買って、うん、ベイビーチアーさんにプレゼントしたら、そうですね、すごい無茶ぶり言うね。すごい、ありがとうございます。待ってます。嬉しいです。すごい待たれてるけど、そんなことはできませんので。あの、絵描いて送りますね。落書き落書き返し、車の落書き返しですね。はい、楽しみ。まあそんな、はい、感じで爽快な曲を、聴いてもらったんですけど、はいはい、そんな爽快な感じのイメージのままで、夏なんか爽快な、なんか出来事とかあったりしました？夏らしい爽やかな、爽やかな思い出、爽やかな思い出ありますか？ですね、私たち、うん、一応ですね、私たちのファンの皆さんに夏の思い出ということで、うん、あら、聞いちゃったんですかね。はい、聞いちゃったんです。なんとちょっと紹介してもいいですか？いいですよ。はい、先ほどお便りもいただいたんですけれども、ラジオネーム萌えなんさん。はい、萌えなんさん、はい、夏の思い出は毎年家族と親戚みんな集まってバーベキューをしました、うんうん、地方に散らばったみんなが年に数回集まる大切な日です。やっぱり家族は安心できていいですよね、というお便りをいただきました。あ、なるほどですね。はい、いいですね、バーベキュー。1年に1回集まるのお正月じゃなくてバーベキューですね。なんとパワフルな。でもバーベキューですね、うん、もう一つお便りいただいておりまして、はい、ラジオネームきょんさん、はい、夏の思い出はやっぱりバーベキューですかね。岩塩プレートにカマンベールチーズを持っていったら一気に人気者になりました、はい、ちょっとおしゃれなものを持っていったら、はい、何このちょっとおしゃれなの私たちにくれるのみたいな、ちょうだいちょうだいみたいな、おしゃれぶっちゃいましたって。そうですね、私もちょっと一目置かれる存在になりますか？なるか、きっとなるね。バーベキューいいですね。あとは何か届いてました？はい、そしてですね、ユニバーサルスタジオジャパンに行ったことというお便りを、うん、ラジオネーム高則さんと、そしてミキティさんからもお二人いただいてます。お、なるほどですね。はい、ユニバーサルスタジオジャパン人気ですね。人気です ね、私行ったことないんですけれども。あ、そうなの、うん、ないです。僕ね、入り口までしか行ったことない。特殊、特殊。違う、バンドのツアーで、そう、入り口の前だけは通って行きたいな、見たいなと。入る時間はなかったんだけど。なんか味わえましたか、雰囲気？あのね、雰囲気だけ。雰囲気だけ。そうですよね。そう、ハリーポッターができたから行ってみたいんですけど、うん、なるほどですね。そ、じゃあオープンカーで連れて行ってもらってもいいですか？すごい、スマイル聞きながら。ありますね。スマイル聞きながら。あの、ラジコンでいい？私たちちっちゃくなればいいですか？そうだね。じゃあちっちゃくなる練習をしておきます。ドラえもんに頼む、はい、あ、ここでですね、はい、あの局の方にも、FM イズの方にも、メールが届いてます、うん、はい、ラジオネーム掃除のおじさんさんから、はい、わかりますか、掃除のおじさん。わかります。わかります。で、メッセージがね、はい、陰ながら応援させていただきます、頑張ってくださいねっていうことですね。ありがとうございます。はい、リクエスト陰ながらですからね。そうですね、はい、でもですね、リクエスト曲で虹ってきてるんですね。すごい輝いてますね。虹、じゃあ生歌でいいんじゃない？嘘、音源今日ないから。嘘だ。嘘だ。虹は、はい、どうぞ。雨上がりの空、
この後はライブで聞いてください。短い。そこに持ってったか。よろしく。ライブでしか今歌っていないので時々なんですけれども、はいはい、僕2回ぐらい聞いてるかもしれない。2回しかないかも。2回、3回に、2、3回、3回ですね。クラブチートで聞いたよね。はい、あとあのあれだよね、クロスストリートで歌ってた？あ、歌いました。4回。4回。あ、たくさん歌ってるんですね実は、はい、毎回違うニーズが聞けると思いますね。なるほどですね、はい、毎回歌詞は変わるんですなんかあのダンサーが入ったり、あ、そういうことね、違うことを歌ったりとか、なんか決まりがないですね、はい、自由な感じで、自由な感じで自由ですね、はい、はい、なるほどですね。あとはなんか、まあ、僕なんか夏の思い出って言うと、うん、あの前回もあの来た時行ったんですけど花火大会行きましたね。あ、うん、花火大会行ったよっていうお便りも届きました。ありましたよねさっきね、はい、やっぱ夏花火かなっていうところで、はい、そうですね、はい、私たちですね花火といえば8月5日に、うん、ここ熱海の花火大会にそう出演させていただきました、ね、はいはいはい、花火大会に出演するってこと、花火上げたんですか？そうなんですよ、自分たち上がったんですか？もえりさん花火上がった、私打ち上がった気がする花火大会の中でライブでね、はい、出演したんですよね。そうなんです、はい、ライブ出演させていただきました。楽しかったです、暑かったです。でもあ夏だからね、今ねちょうど ね日が落ちる前だったんですよ1回目の、はいはいはい、もうすごい汗だくなりながらね、ビッタンビッタン、浴衣かな、はい、浴衣じゃないです、浴衣じゃなかったのね。いや私たち浴衣だと踊れないです。あ、そっか、足が上がらない、足が上がらない、うん、なんか短い浴衣だったらいいんですけどでもちょこっと浴衣も着させていただきました。あ、じゃあ夏らしい思い出あるじゃない、最初で最後でした、ここで最初で最後、これから毎年あるじゃないですか、そうそうそう、毎年最後はもうね、私は最後だけどもまだまだ最後じゃないですよねはい、楽しかったです、夏、はい、で夏らしい曲で、はい、あの僕はねちょっとね、あのベイビーチアーズさんの中で気になってるタイトルがあるんですよ、はい、その花火僕見に行ったって言ったじゃないですか、はい、あのシューティングスターっていうなんか花火もある意味お星様みたいだなっていう、なんか中山美穂さんの歌かなとそれはねちょっとねあの、はい、気になってるんですけど、私たちスマイルのカップリング曲が、はい、シャイニングスターなんです輝く星なんです。あれあれいや、なんで聞き間違いかな聞き間違いじゃないでしょ、はい、私たちそのカップリング曲にシャイニングスターという曲がありまして、うんうん、はい、いいですか紹介しても、いいですか紹介してくれますか、はい、いいと思う、いいですかいいと思う、はい、と軽やかなリズムの中にも強さを持ったメッセージソングとなっています。夜空の星を見上げながらその永遠の輝きに明日へとつなげる輝く力の意味を表現した一曲になっております。なるほどですね、はい、僕の中でちょっと花火に近いですね、力強い感じとかもあるんですね、花火を思い浮かべながらダンスね、はいじゃあその曲を、はい、ぜひ紹介してもらっていいですか、はい、それではお聴きください。ベイビーチアーズでシャイニングスター。これはワンコーラスでいいですかね、はい、なんかうなさんがすごいうまくつなげてくれたね、なんかロボットみたいなロボットみたいにロボットみたいになってすごいね、なんかこうなる普通、あれなんだろう、強いじゃん、これワンコーラスでファンの方がさ対応できそうじゃん、うん、あと5分ちょっと、はい、告知だ、なんか言ってるよ、多分これエンディング出さなくちゃいけない時間に、はい、なってきてます、わかりました、ほらあっという間になくなってるでしょ時間って、うん、私もお聞きいただいたのはベビーちゃんのベビーちゃんでしたね、あ、言った方がいいです、言った方がいいです、こちら聞いていただいていいですか、うん、あ、振りはあ、ここでお願いします、ちょっと写真撮ります。今？うん。撮ります。もう一枚。
そっかそっか、この辺かな、この辺かな、この辺じゃあお願いします。はい、お聞きいただいたのはベイビーチアーズでシャイニングスターでした。はい、なんかやっぱり、はい、なんかあれですね、爽やかな力強い感じでやっぱり花火っぽいなって個人的に思ってますね。うまいこと言いますね、はい、うまいこと言います、ね、どうしちゃったんですか今日。何言ってんですか、いつもですよ。顔がにやけてる。いつもですよ。可愛い子の前でね、もう本当にうなちゃん幸せそうですね。いや、王子もすごい似合ってます。お二人でオープンカーをお待ちしております。オープンカーということでね、番組がもうね、後半の方に後半の頃かもうエンディングですよね。あ、はい、ぜひね、今日は初めて出ていただいたということで、はい、伊豆の皆さんに、はい、ベイビーチアーズさんのライブの情報、はい、もし、はい、行けるところがあればぜひ来てもらいたいので、はい、来ていただきたいです。告知の方お願いいたします、はい、まずは9月から、9月は14日水曜日、渋谷ブエノスさんクラブディナーに出演させていただきます、はい、そして24日土曜日、横浜クロスストリートドリームキングダムに出演させていただきます。イエイ。28日水曜日、原宿アストロホールさんに出演させていただきます。そして10月になります、なんと1日土曜日、名古屋 HMV イオン熱田店さんに出演させていただきます。お、はい、HMV ですね。これは情報初解禁となりました。ホットな情報、名古屋の皆さんよろしくお願いします。はい、5日水曜日、渋谷ブエノスクラブディナースマイル We are No.1 レコ発ライブが決定しております。あ、レコ発ライブになります。これもしかして今日流したあれじゃないですか。そうですね、 CD ですね。はい、じゃあ、家でじっくり聞きたい場合はまずこの日来てってことですね。はい、皆さんよかったらお祝いに駆けつけてください。俺も買おうかな、いっぱい買ってください。オープンか。はい、そして9日日曜日、川崎セルビアンナイトさんのライブに出演させていただきます。そこはドリームキングダムですよね。はい、ドリームキングダムです。すいません、ありがとうございます。はい、そして10日月曜日、祝日ですね、チッタアイドルサーキット2サポートバイサポーティッドバイアイドルキャンプさんに出演させていただきます。詳細はチッタのホームページに載っているので皆さん調べてください。はい、はい、ドリームキングダムは協力してますね。そうですね、ありがとうございます。ドリームキングダムで調べても、はい、出てます、飛べるようになってますね。ありがとうございます。ホームページ貼り付けて、はい、ですね、ドリームキングダムはですね、9月はライブがあります。お9月は、18日、こちらですね、9月18日日曜日、横浜のクロスストリートさん。そうですね、で、まあ、うなちゃんもうね、それホームページ見てもらって10月15日の宣伝しましょう。あ、じゃあ王子。いや、それはうなちゃんの王子。王子僕ですか。何言ってんですか。いや、だって今日王子あんまり喋ってなかったからさ。喋ってないんじゃないんだよ本当に。はい、10月の15日ですね。はい、はい、なんとここ伊豆で僕らのイベントが開催されることが決定しました。第1回目ですよね。第1回目なんですよ。すごい。じゃあタイトルの方をどうぞ、おなちゃん。タイトルはドリームキングダム。うん、え、何でしたっけ。タイトルはドリームキングダムですね。はい、伊豆修善寺虹の里の特設ステージでやりますので、ぜひね、皆さんね、詳しくはホームページに。そうですね、今ね、出演者を募集してますので、はい、はい、はい、ということで、もうあともうちょっとですよ、放送時間どうでした。はい、こんなあっという間の30分でしたけど、すごい、はい、楽しかったです。はい、よし、今決めた。21日の放送のゲストに出て、じゃあ、あー、よかった、ありがとうございます。じゃあこの話足りない感じは21日の放送を、うん、ぜひね、楽しみに聞いてもらえればな、はい、ちょっとしたらやるけどね。じゃあ今回の、番組はこの辺りで、また21日会いましょう。お会いしたいと思います。さようなら。さようなら。向こうは何か、うん、そうそうそう、28分だけど